AI 条約はアイルランド独立戦争の休戦条約としてグレートブリテン及びアイルランド連合王国政府とアイルランド共和国暫定政府との間に結ばれた条約である。アイルランド独立戦争の終結と大英帝国内の自治国としてのアイルランド自由国の建国が取り決められた。一方では1920年に制定されたアイルランド統治法により成立していた北。 アイルランドについては、1921年6月から、発足していた北アイルランド議会を存続させると、共に、その帰属を北アイルランド自身の決定に委ねることとされた。条約は1921年12月6日、ロンドンにおいて、イギリス政府の代表と長方期的な、アイルランド共和国暫定政府の代表により、調印された。条約の履行には、 アイルランド独立派の設立した議会とイギリス政府が設立した南アイルランド議会、イギリス議会の批准が必要とされた。アイルランド国内では条約の賛否をめぐり激論が起き、議会では少佐で批准された。条約は正式に履行されることになったものの、アイルランド国内の対立はアイルランド内戦の原因となった。アイルランド自由国はドイルエアランと イギリス議会において起草された自由国憲法をもとに1922年12月6日イギリス国王の直書により建国された主要な条文は次の通りであるアーサー・グリフィスにより注釈が付された条約の総合条約の作成に関与したのは次の人物であるイギリスアイルランド AI 戦争の急戦から数日経つと英文で我らは7月14日から始まる週に ロンドンでロイド・ジョージと4回会った。ロイド・ジョージは7月20日に最初の提案を送った。10月まで数ヶ月の遅れが続き、アイルランド代表団はナイツブリッジ地区ハンスプレイス22番地に本部を設置した。交渉の最初の2週間は正式な開会式に費やされた。アーサー・グリフィスとマイケル・コリンズの要請により、両代表団は非公式交渉を開始し、 各交渉チームから二人だけが出席を許可された。アイルランド側のメンバーは常にコリンズとグリフィスが務めた。一方、イギリス側ではオースティン・チェンバレンが常に出席していたが、二人目の交渉者は日々異なる。11月下旬、アイルランド代表団はダブリンに戻り、指示に従って内閣に相談し、12月3日に協議を再開した。 アイルランド側で問題とされたのは、イギリス君主への宣誓を行うという形式面も、そうだが、この段階で関与する全ての政治家が、問題にしたのは、アイルランド共和国の成立にあたり、全党を含めた統一的な32軍べてが、領域として明白に提供されていないことだった。イギリス、アイルランド間に結ばれた条約としては、ありがとうございます。